皆さんこんばんは。ミルク&ハニーのチームハニーの椎原恵美と浅賀理子です。よろしくお願いします。このラジオについてのツイートは FM サルース君を見つけたの2つのハッシュタグでつぶやいてください。ちなみに私たち初めてね、はいはい、FM サルースに2人で出演するんですけども、はい、なんとただいま名古屋にいます。おー、はい、電話でのね、はい、ちょっとあのなんて言うんだこういうの通話でねあの、うんうん、ちょっと出場させていただいて出演だうちらスポーツで例えちゃうわすぐ出演させていただいてるんですけども、はい、リコちゃんはサルース自体が本当にはい今日初めてということでだね。はい初めてが電話っていうなんかまたそわそわが止まらない。そうだ、ね、しかもちょっと電話でのこのラジオね、うんうん、いつも以上に距離が近い感じでお話ししてるんだよね、うんうん、本当ですよね。距離がね距離が近くてちょっとドキドキしちゃってます、うんうんはい、リコちゃんに。ラジオってリコちゃんにだけ私なんだ。そうそうそう。私両方だな。あ、そうだね。まあ、でも今回さ、チームハニーから2人ということで、はい、珍しいよね。うん、珍しいですね。ねえ。だからせっかくだから、リコちゃんにちょっとチームハニーのクイズをね、うん、考えてもらったんですよ。何が出るかな何が出るかななのでよかったらどんなグループなのかなどんな二人なのかなっていうのをこのオープニングで知っていただけたらと思います。では早速いきますか。はいお願いします。では停電1問目はいチームハニーは何人いるでしょうか。1 3人2 4人、うんうん、3 2人をこの3択の中から選んでください。何かなちょっとわかんないなわかんないな正解は ?3 人でーす。イエーイ !3 人で構成されております。はい。そのうちの今日2人が来てるということで。そうですね。はい。ぜひ覚えてください。はい。そして、今ね、3人いるっていう紹介して、いただけ、おっといけね。緊張してる緊張してる緊張してるいつもにない環境だから余計に、ね、そう余計になんかさ、ねはい、緊張してますけどはいもう次のねどんどん問題に行きたいと思います。行っちゃってくださいよ。第2問目停電、はい、身長が一番小さいのは誰。1リコ、うんうんうん、2ヒワ、うん、3エミ。おー、どれかな。これはね、もう知らない人はもう勘ですね、うん。ちょっと小さそうな名前で当てていくのもいいかもしれないね。そうね。今3人いるっていうね。そう。まあ、もうヒントですよ。そう。3人のうち誰がちっちゃいでしょうか。チクタクチクタクチクタク。正解はひわちゃんでーす。ひわちゃーん。ちなみに、チームハニーは172と165と156?いや、そんなないよ。8? ないないない。ないない3か4だよ。ゆうさんそんなちっちゃい？そうだよ。え？だ、4かな、うん、ぐらいやけん、多分結構どっちかって言えばちっちゃい方なんだよね。うん、ああ、そうですよね。そう。前から数えた方が早い。そう。だから、なんかチームハニーにいるけん、うんうん、しかもヒールいつも配置音けん、そうそうそう。高く見えるけど、実はひわちゃんね、うん、ちょっと小さめで可愛いんですよ。でもね、スタイルがめっちゃ良くて。そうやに。そうなんですよ。チームハニーはね、あ、この後の答え言っちゃうとこだった。危ない危ない。この後の問題は、じゃあ3問目いきますね。3問目あるの？はい、3問目用意したんで、ぜひ、挑戦。ラストです。ラスト、行かさせていただきたいと思います。はい。第3問目、トゥードゥン。チームハニーの特徴は？なんだろう？ 1、スタイル。うん。2、お笑い。うん。3、かわいい。さあ、どれでしょう？なんだろう、なんだろう？なんかどれでもいけそうな気がしてきたぞ。いけますいけるからあれあれあれこれはめちゃくちゃ簡単だと思うんですけど、うん、ちょっと考えてみてください。チクタクチクタクチクタク。もうわかんない人はイメージでいいからね。イメージで。チクタクチクタク。どれだ一番のスタイルでーす。イエーイ。まあね、さっきね、身長のね、大きさが出たと思うんですけど、うん、まあ、身長がでかい分スタイルがいいということで、はい。ぜひね、チームハニーを覚えていただければなと思います。結構ねスタイリッシュなかっこいい写真も撮ったりしてるので、うんうん、ぜひぜひあのチームハニーだったりね私たちエミリコについてもよかったら今日のラジオ通して知ってってください、うん、お願いします。それではここでね一曲聴いていただきましょう。ミルク&ハニーであの日の涙。
Spotify や Apple Music、LINE Music など主要なサブスク配信アプリで聞けますので、ぜひお聞きください。それでは、お便りのコーナー。今回のお便りのテーマは、挑戦してみたいスポーツです。はい。それでは、お便りご紹介していきましょう。はい、じゃあまず私から読んじゃってもいいですか？はい。じゃあラジオネームケチャさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私がやりたいスポーツは海外のプロレス団体でプロレスをやってみたいです。10万人入る会場で花火などが上がり、大声援の中でド派手に入場して試合をしてみたいです。入場だけでアドレナリンが爆上げするだろうなとのことです。おすごい。え、そんなすごいの？プロレスあんまり見たことないんですけど、うん、海外ってそんな派手なんですかね。あ、でも入場するときに、うんうん、なんとかポーンってこう、うんうん、下からこう煙とかが出てパーンなってのはイメージあるな、うんうんうん、確かに。プロレスって10万人も人入るんだ。え、どういう箱でやるんだろうね、会場。どこなんですか ね気になるね。気になるね。私の知らない世界だ。でもちょっと怪我だけには気をつけていただいて、もしね夢叶えた暁はねそのいつか見てみたいね、うん、じゃあ続いてのお便りをりこちゃんにお願いしようかな。はい。ラジオネームくすくすさん。はい。新原さん、浅川さん、こんにちは。こんにちは。僕が今挑戦したいスポーツはフルマラソンです。うん。実は今年何の準備もせずに一度チャレンジしたんですが、うん、21キロ時点で膝を痛めてしまい、リタイアしてしまいました。うん、なので、次はしっかりと練習してフルマラソンを走り切れるように頑張りたいです。まあ、スポーツ万能な椎原さん、浅田さんにかなわないと思いますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。フルマラソン準備せずに走るのは勇者すぎません？え、すごいな。え、すごいですよね。てか、マラソンやろうって思うその勢いとか気持ちがすごいな。うんうん、気持ちすごいですよね。結構自分との戦いじゃないですか、マラソンって。うんうん、そうね。うん。私、こう走るの苦手なんですけど。あ、そうなん？あの、フルマラソンちょっと挑戦してみたいなって、ちょっとひっそり思ってるんで。うん、ちょっと。ひっそひっそって感じで。フルマラソン、でもさ、練習って何、どうするの？毎日ちょっとずつ走るの？走るの？そうです、そうです、そうです。まあ、毎日 42.195 キロはさ、ちょっと無理やんか。無理やんか。どうやって練習するんやろうっていつも思って。まあ、徐々にこう伸ばしていくって感じですよね、ね、距離をね。うわー、すごい。精神力が鍛わるね。うんうんうん。ちょっとその勢いでクスクスさん頑張ってください。じゃあ続きまして、ラジオネームまさのりさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。挑戦してみたいスポーツはサッカーです。子供の時習ってたけど記憶にございません。すぐにやめたと思います。でもまた挑戦してみたいけど下手がつくほどです。でもミルハニの前のグループでフットサルみたいなの見たら挑戦したくなりましたとのことです。サッカーどうですか、リコちゃん。やったことある？サッカーめっちゃ苦手です。え、苦手な？はい。な、得意そうやけどな。いやいやいや、やっぱ足で蹴るっていうのはやっぱ難しいですよね。あ、まあね、はい、全力で蹴ってもあるんですよ、ボール置きっぱみたいな、うん、あ、変わらないみたいな。慣れたらでもいけそう。え、本当ですか？球技やん、もともとリコちゃんはさ、そのね、みんな知らない人もいると思うんだけど、うんうん、バレーボールがすごくね、一応強くて、うんうん、やってましたけど、やっぱ国体選手だって。いや、でも腕と足ってちょっと違くないですか？まあそっか、操る部分は違うよな。うんうんうん、うんうん、難しいですよね、やっぱり。確かに確かに、うん、いいな、挑戦。やっぱ挑戦っていいですね。うん、すごいな。まあ私たちフットサル前してたし、あ、もしいずれあったらね、ちょっと頑張ってもらいますから。あ、じゃあ頑張りたいと思います。はい、私ゴールキーパーなので。あ、ずるいずるい、走らせます。ずるいずるい。いいなぁ。はい、じゃあ次のお便り行こうかな。はい、携帯巨人さん。携帯人魚さん。もう漢字がほんとごめんなさい。人魚です。人魚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。エミスさん、リコさん、こんばんは。こんばんは。サルデス出演おめでとうございます。ありがとうございます。さて、自分がやってみたいスポーツはマリンスポーツですね。うん、サーフィン、ウィンドサーフィン、ヨット、いろいろありますが、自分はサーフィンがやりたいです。うん、青い海、波に乗って波を駆け抜けるな、駆け、何これ、え、漢字が読めない。駆け抜けるながらサーフィンを乗りこなしてみたいです。お二人、マリンスポーツは好きですか？ちょっとカタカナ。これ。てかさ、ちょっとカタ
タカナって片言だったよね。じゃあ私カタカナすんごい苦手なんですよ。そういえばなんかファンの人から聞いたことがある。 それでカタカナだけは本当に送んないでくれってこう言ったんですけど。あ、じゃあ私地獄のお便りを読ませて。本当そうですよ。多分みんな今笑ってると思うんですけど、なるほど。でも私ね、はい、マリンスポーツめっちゃしてみたいんよ。お、そうですよね。水にはやっぱり強い石原さん。そう、なんか水にいるとさ、使ってると生きてる感じがするよね。そう、生き返ったみたいな。で、あのダイビングの資格は取ったことあるの。ただそれを旅行とか実際に使ったことはないから、こういう風にマリンスポーツとしてやってみたいなみたいな。サーフィンとかもね、楽しそう。サーフィンめっちゃ楽しいんですよ。え、やったことあるの？はい。すげえ。マジで行きたい。泳げないのに。サーフィンするっていう、まず謎のマインドなんですけど。まあ、溺れるときはちょっと任せてください。お願いします。頑張りますね。来年の夏、ぜひ行きましょうね。お、いいね。約束したっけんな。よし。じゃあ、まだいけるね。ラジオネーム、あきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えみち、りこちゃん、こんばんは。こんばんは。背が伸び伸び育ってきたお二人なので、きっと伸び伸びとしたラジオが聞けると楽しみです。私が挑戦してみたいスポーツですが、トランポリンです。くるくる回るのは無理だと思いますが、楽しそうなのでやってみたいです。とのことです。トランポリン楽しいですよね。めっちゃ楽しい。楽しいですよね。うん、すごいハッピーな気持ちになりません？いや、さ、子供の頃さ、よくさ、こう、なんだろう、キャラクターの中にトランポリンがある、よくあったじゃん。結構私あれ好きで、めっちゃぴょんぴょんしてた。本当楽しいですよね。なんであんなハッピーな気持ちになるんですかね。飛ぶだけで。なんかすごい、お手頃な、ハッピーな品物。いいな。まあ確かに、でもあれは本当に楽しい。あとね、ちょっとしたトランポリンができるで、私。なんか、座って、立って、座って、立って、後ろ向いて、座って、ぐらいやったらできるよ、うん。すごいじゃないですか。ちょっと体操やってた。あー、もうほんと、なんでもできますね、ほんとに。ちょっとだけよ、ちょっとだけ。ちょっとだけ、ほんとにちょっと。ちょっとだけですか。はい、ラストのお便り、お願いします。あ、お願いしてもいいですか？ちょっと漢字がね、はい、ちょっともうあれなんで。あ、いい、じゃあ読みますね。はい、お願いします。ラジオネーム、疾風の CBX 様より。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えみちりこまる、こんばんは。こんばんは。お二人ともサルース出演おめでとう。ありがとうございます。私がやりたかったスポーツはモータースポーツです。サーキットを走るバイクレースです。一応私もサーキットライセンスは持っていて、バイクでサーキットを走ることはできますが、レースをやるライセンスがなくてレースには出れません。サーキットを駆け抜ける快感とコーナーをバイクを倒しながら走るハングオンはたまりません。ぜひレースに出て走りたいです。とのことです。素敵。すごいな。え、でも、私さ、原付きのスピードで怖いんやけどさ、それ以上だよね、絶対。え、そうですよね。速さ。やばいじゃん。どんぐらい出るんですかね。え、確かに。え、でも100キロとか余裕で超えそうじゃない？確かに。私、こう失神するよ。失神しますよね。100キロはさすがに怖いかも。強いな、うん、みんないろんなスポーツに挑戦したい気持ちがすごいね。すごいですね。素晴らしい。これからもね、たくさん、うん、まあ、大人になっても子供になってもやっぱりスポーツは楽しいものなので、うん、いろんなね、ものに挑戦してみてほしいです ね。ね、私たちもちょっと発信していこう。スポーツは楽しいんやでって。ぜひ、あ、球技と水泳も。水なら任せて、はい。任せてくださいという。はい。たくさんのお便りありがとうございました。したそれでは、ここで岡本真代で、トゥモロー、お聞きください。
リコエミのオタ活について語るコーナー。こちらのコーナーはオタ活、いわゆるアイドルやキャラクターなどを推しをめでたり応援したりする、推しをさまざまな形で応援する活動について語るタイトル満々のコーナーです。はい、引き続きね、ハッシュタグ FM サルースとハッシュタグ君を見つけたでツイートしてください。このコーナーではね、私たちも熱く語り合いますけども、はい、皆さんのコメントもたくさん拾っていきたいと思っております。なので先ほどの2つのハッシュタグをつけて、あなたのオタ活についてツイートしていただくと、私たちもちょっと後で拾おうかなと思ってるので、あなたの好きなキャラクターでもいいし、通っているご飯屋さんでも、うん、もう好きなフィギュアの話、もう何でもありです。何でも書いてみてください。お願いします。お願いします。まあ、でもオタ活といえば私やっぱりリコちゃんかなって思って。本当ですか？イメージあります。オタ活行ってきますって言うこの間ね、そう、この間ですよね。私セーラームーンがすごく好きで、うんうん、特にセーラームーンのセーラージュピターちゃんをね、うん、推してるんですけど、そうだね、携帯カバーもね、うん、一応ねセーラージュピターですし、うん、もう家の玄関もセーラージュピターで、もう、あ、そうなの？あ、そうなんですよ。緑だらけのフィギュアめっちゃ飾ってたりとかして、いっぱい飾ってるんですよ。うんうん、もうだからこの間もそれでフィギュアが欲しくって、ちょっとね、ちょっとした仕事の帰りに、うん、原宿にセーラームショップがあって、そうだね、そう、そこにちょっと行ってきますとか言って、うん、行ってきていいですかとか言ってそう、まあ、ひっそり行くって気合を入れてね、うん、っていう感じですかね。めっちゃ生き生きしてたからさ、その時の顔が恥ずかしい恥ずかしすぎない？え、じゃあリコちゃんの緑好き、結構、うんうんうん、物が結構緑なのはやっぱその、うんうん、セーラージュピター？あ、そうですね、から来てるの？そうです、そうです。おー、まあ、メンバーカラーというかカラーが緑なんですよ、うんうん、担当みたいなのが、まあ、それで緑の服とか、うん、やっぱオタ活するならやっぱ服着ていくじゃないですか。あ、なるほどね、はいはいはい、あ、そうなんだ。そうなんですよ、服から入るね。服から行きます。なるほど。服もちゃんと緑着て、ちょっとイメージ教えてよ、どんな服着ていくの？緑のパーカーとか、うん、なんかセーラームーンのパーカーが出てるんですよ、緑の。 そうなん、それと、うん、まあ、緑のスカート履いて、人形片手に行くみたいな、うん、すごい緑だね。そうなんですよ、めっちゃ緑です。めっちゃ緑だね。そうそうそう。あ、なるほどね。意外とね、ちゃんとしっかりオタ活してるんですよ。みんなにまだ隠してるんですけど。なるほど、はい、あ、でもちょっと幸せそうだから。あ、本当ですか？好きなものはね、愛した方がいいよ、やっぱ。そう、愛すべきものはね、すごい大事ですよ、うん、幸せになりますからね、ぜひ。大事。シーハラさんはなんか、私はね、オタ活っていうか、まあ、もう、まあ、オタクだよね。バンドが好きで。ああ、そうなんですね。イメージあります。夏フェスとか、うんうんうん、ライブとかの、こう、何、わちゃわちゃする系のバン、うんうんうん、バンドが好きで。うんうんうん、結構、ライブハウスに行くのが好きでしたね。おー。で、このバンドいいなとか、このアーティストいいなって思ったアーティストさんのグッズは1個買うようにしてて。へ、うんうん、素敵。そう。で、ラバーバンドってわかるかな、うんうんうん、手首に巻くゴムのバンドがあるんだけど、うんうん、重要ですよね。そうそうそう、うん、あれをなんかよくアーティストの名前とかが入ってるんだけどね、うんうん、それを買って、でバッグに全部つけるとか。うわ、最高。いるでしょそういう人、うんうん、いるいる。バッグに何個ついてんねんこの人っておるやんかあれ、ああいうのしてましたね。最高。で、今は外にやっていくのはちょっと恥ずかしいので、うんうん、家の中でタワーになってます。あ、そうなんですね。私生誕の時皆さんに貸したじゃないですか。あれ序の口ですよ、まだ家にドーンってあるから。本当に？そう、結構すごかったですあれ。だって10個以上ありましたよね。あれだけでも1人2個ずつぐらいでいいかなって思ってそう、だからあんな大量にね持ってきてくださったんですね。そう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 、だからね結構あったんだけど、うんうんうん、いや、なんか初めて会った時に椎原さんってそういうイメージ全くなくって、うん、よく言われるんだよね。そう、なんか可愛い系が好きなのかなって思いきや、うん、もうめっちゃ中身ハードロックだぜウェイみたいなそう、なんか見た目とは見つかわないこう好み趣味してるよねってよく言われるんだよね、うんうん、それが本当驚きでした。本当？うんうん、おー嬉しいな。なんかでもちょっとギャップかなギャップすごいですよあ、本当？うん、私もさ、ロック好きだから、うん、なんかすごく話があってとてつもなく嬉しかったですね。あ、本当？うん。でもそうね、好きなものを語り合うのってやっぱいいよね。え、いいですよ、やっぱ楽しい。今ね、ハッシュタグでね、うんうん、君を見つけたでつぶやいてる人パラーっと見てるんだけど、うんうん、レオさん、オタ活って言えばやっぱりミルク&ハニーかな。ライブはもちろん、オフ会とかイベントでいろいろ楽しませてもらってます。それにそこで会った現場のファンとも仲良くさせてもらってるので、ミルハニーには感謝です、うんうん、これからもよろしくお願いしますというすっげー嬉しいコメントが。嬉しいよ、ありがとう。これからもミルハニーのオタ活よろしく、よろしくお願いしますいいな、愛に溢れてるな。うん、そうやな、
あ、セーラームーンを語り出すと急に滑らかな喋りになりうるって言われてますけども、もう褒められてるのかディスられてるのかわかんないですけどね。でもね、あのその、うん、好きなものを語る時って誰でもなんかやっぱサラサラって出ちゃうよね、うんうん、早口になりますよね。あ、なっちゃう、もっと前に前にみたいな、みんなにこの良さを伝えたいっていうのがね、うん、先走っちゃうとこあるよね。わかります、わかります。そうね、わー、でもわかるわ、ありがたいですね。まあオタ活は絶えないんでね。そうですね、なんか日々こう見つけて日々増えていくという、うん、セーラームーンなんてさ、うんうん、特に増えていくんじゃないの、どんどん。歴史もあるしさ、30周年なんですけど今。あ、今年去年が、あ、去年がね、うん、そうなんですよ、はいはいはい、今めっちゃ出ていてグッズとか、うん、もうフィギュアとかがね、やっぱこうヴィンテージがついてくるんで、ゲットしないとっていう争い、好きだね、それも。そう、争いがね、うん、待ってるんですよ、私は。争いなんだね。戦いがまだ待ってるんですよ。なるほど、みんなもリコちゃんに負けないようにね、ちょっとミルハニのオタ活、それぞれの推し活、うん、頑張ってください。以上、リコエミのオタ活について語るコーナーでした。はい、いかがだったでしょうか。そろそろ終わりのお時間が近づいてきました。はい、ということで、うん、あれ、セーラームーンの勢いどこ行った。ちょっとねちょっとおしとやかになっとこうみたいな。あ、なるほどね、うん、ちょっとエンディングだから猫かぶっとこうみたいな。そうね、うんうん、え、で、どうやった初めてのラジオ。いや、なんか、うん、どぎまぎですね、やっぱり、うん、なんかあの、あそこの場所をイメージしてたから1ヶ月間ずっと。あ、そうね、うんうんうん、あそこにまだ行ったことないんで、うんうん、なんか次ね、頑張ってまた行けたらなって思いますね。そうやね、うんうん、私たちあの結構ね、卑劣な争いをして、あ、そう、ね、選ばれた方がね、うんうん、あのサルースに出演できるので、うんうん、ちょっと来月私も出たいのでね、二人で頑張ろう、また。はい、よろしく。頑張ろう、ね、切磋琢磨して。そうやな。やじな、なんかこう、やっぱ生放送って、めっちゃ身になるというか、力になるんよね。うん、いや、なりますね。そう、私もこんな喋れんかったもんな、最初。本当ですか？想像つかない。お、ねえ、みんな、多分、この初見、初めて聞いたよって人は分かんないと思うんですけど、うんうんうん、今まで以上にカミカミで、うんうん、なんならもう、もうすごいキャラクターだったから。え、想像つかない、本当に。ちょっと詳しくはいろんなメンバーとかファンの人に聞いてみて、うんうん、みんなで口コミ聞きますね。いや、恥ずかしいな。もう根掘り葉掘り、いやんいやんとか言って。で、ここで、うん、今日 YouTube がちょっとね、あの、ないので、うんうん、ハッシュタグの君を見つけたのやつをちょっとね、コメントを見ていこうかなと思うんですけども、うん、さっきのオタクの話ですけど、私は自炊オタクかもしれませんね。SNS で美味しそうな料理の写真を見ると味を想像して作りたくなります、うん、ただの食いしん坊ですねってサンジパパさんが言ってます。 いや、ほんと美味しそうなんですよ。写真ツイッター上げてるんでみんな見てほしいんですけど、ね、でも自炊とか女子力高え、負けたみたいな。え、ちなみにあの得意料理はありますか。あ、ない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 、頑張れ、くー、オムライス。あ、すごいじゃん結構すごいの出てくる。千葉さんは、私はでもね、もうきんぴらごぼうです。あー、食べてみたいな。いや、きんぴらごぼうはマジで負けんよ。ほんと、ほんとにマジで美味しいから食べに行っていいですか。いいよ、私ね、やっとちょっとちゃんとごぼうの調理法から教えてあげる、うん、やっとマジで得意だから。すごいな。あの、大学生の時に、うんうん、毎日ずっときんぴらごぼうをあの好きすぎて、うん、食べすぎた結果こうなりましたね。おー、でもその大学生あるあるなんですか、そういうのって。そういうわけではなくて、てか私がね、うんうん、多分1個のことに好きになったり、うん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 、特にハマったものはずっと続行なのよ、うん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 、だから毎日ご飯ときんぴらでもいけちゃう人、すごいなのよ、うん、の結果こうだったよね、得意料理得意そういいことですよ、きんぴらごぼうは。あの、家庭的 できんぴらごぼうだけだよ。大丈夫大丈夫大丈夫、ほんと大丈夫大丈夫、よかったよかった全然大丈夫、もうよかった。他にも、うん、探せ探せ、チラ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 、でもやっぱ見てるとさ、うん、そうやね、あの日の涙何度聞いてもおかしいよねとか書いてる、うんうんうん、嬉しいね。歌いながら泣きそうでしたよ今日もね。今日ね、うん、そうだね、なんかあれは私たちのなんかこうこれからのこと、うんうん、今までのこといろいろな時に立ってもさそうですね、こういろいろかいろんな感情が出てくる歌で、うん、一度じゃなくて二度三度味わえる曲だと思ってる、うん、ね、わかります。なんか何回歌っても何回泣けるというか、なんかさ歌ってさその時の感じでまた気分が変わったように受け取れるやん、うん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 、そこがまたいいとこだよね、うん、ね、ほんとほんと歌詞がいいって言ったら いいですね、うん、思い残すことはない、なんか言いたいことある、リコちゃん。怖怖怖、急にですか、うん、もうそろそろ終わりも近づいてきたけど、あ、
寂しいんですけどね。もう寂しいですよ、終わるの。うん、まあね、やっと念願の初出演にできたので、うん、今日はまあ満足かなっていう。満足。はい。私、リコちゃんとラジオできたけん。やだ、嬉しい。やだ、急にじゃん。ありがとうございます。やっぱさ、一、うん、人より二人の方がいいしさ。心強いですよね。そう。私、今日マジで椎原さんにマジで救われましたもん。え、ほんと？うん。割と最初結構噛んだ。全然。出場って言ったけど。あ、でも聞いてた。カタカナ。聞いてた。まあ、確かに。そうこんな、ちょっとね、ちょっと心配になっちゃう二人ですけども。うん、まあ今後ね、成長できる過程を見ていただけるか、うん、伸びしろはいっぱいですよ。伸びしろいっぱいだから、ね、そうそうそう、これからの私たちもお楽しみにということで、はい、今週もありがとうございました。それでは最後はこの曲でお別れしましょう。聴いてください、ミルク&ハニーでダダダ。